ちょっと6時回りました。おはようございます。ああ、ちょっともう寝過ごしました。ごめんなさい。よいしょ。さあ、今日もまた約40分ぐらいだけ、ライブ配信します。おはようございます。よいしょ、よいしょ。よいしょ。おはようございます。おはようございます。皆さんおはようございます。はあ、昨日ね、一日だからバタバタして出発遅そうだったんですよ。散髪も行け行け言うてもうみんな言うし、散髪行ってコインランドリー、やそうや、あれコインランドリー、もうめっちゃ晴れてんのになんであんな人来んの、あれもうびっくりするわ。あ、何やろ、朝10時頃行ったらもう満員御礼、コインランドリー。びっくりしたわ。晴れてんねんから家でしんやと思うもんな。いや、俺なんかはあれやん。もう全然、もう洗濯する暇ないし、出ていかなかから、もうコインランドリーでしよう思って行ってんのだけど、もう、だいたいおばちゃんやねん。家でしたらええのよ。って思った。まあ、かまい。先を急ごう。到着8時半やな。あと120キロやけど。もうみんなあれや、この時間、うわわわわわわわって焦ってるやろ、知らんけど知らんけどな、どうやろう、ちょっと画像が富士山、あれ左で見えるの富士山やね。あれちょっと山、富士山の頭の方ちょっと隠れてるけど、あれ富士の画像いただき、はい、富士の画像いただき、あれ富士山やな、確かな、ちょっと分かりかねるけど、東京インターまで110分やから、あ、今日かなり空いてるわ、空いてる、新富士10分いけるいける。なんや、沼津までついて寝てる思ったら沼津ちゃうかったんや、それも清水やって、どないやねん。そう、あのシールのプレゼント企画もな、あれ最初ハゲさんが名前だけのシール送ってきてくれて、俺とウータのやつ送ってきてくれて、これいっぱいくれたなー言うて、これあれもうプレゼントしようかーって言って、俺未だに覚えてるもんな、八幡の山田電機の蛍光灯の下でやったもんなしかもワゴンのケツ開けて、やったやった、懐かしい、あれからスタートしたもんなですね。そう、永田さんな、あ、多分これみんなあれ言うたかな、あ、言うたな、これな、この前永田さん、この前中井のパーキングで俺のすぐ隣で寝とったらしいわ、DM 送ってきとって、ほんで永田ですって、中さんの横で寝てるんで起きたら起こしてくださいって DM 来とったけど、その DM 見たら浜松やった言うてその後も、もうメールもしてない放置ごめんな、あ、そういえばギア止まっとったわ、止まってた、俺の記憶力が正しければギア止まっとったわ、止まっとったはずです。俺よいたね、小牧、あの辺柿ピー、おつめいたな、もう柿ピー苦手やったな、重たい、カディのパパパパつで、あ、カディの後元だ、次めっちゃ重たいね、めっちゃ重たい、これどうすんのみたいな積み方がわからん、これどうしたらいいのと思って、ほんで積んだら、うわ、これ兄ちゃんあかんわって言って、もう10ケースぐらい破損で、うわーわわわわわわってなって、あ、大変や。ドーナツも積みに行ったな、ドーナツな、箱がちっちゃいね、もうな、22、3段ぐらい積んだらな、もうだん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 こう、カーッとよたってくるね、こうカーッとどうすんのみたいな、さあね、カキピーな、箱ちっちゃいね、薄いし、あんな、あれが、あ、もうどんなやったかな、ちょっとイメージングは忘れたけど、なぜちっちゃいね、ちっちゃいそうそうな、まあでも、丹波の黒豆は好きやで、あ、もう丹波の黒豆ちゃうの、もうすぐもうちゃんライブであげるじゃん、ライブじゃん、動画で丹波の黒豆の動画アップするじゃん、俺も撮り行こう、もうちゃんと一緒に
また1歳、2歳、3歳、4歳、うん、と一緒に行こうかな、俺ももうちゃんと丹波の車迎えに来たよ、言うて、うん、そうやん、一時だ、そう、もう消してるけど丹波の車メルカリで出品したけど一個も売れへんかったわさあ、もう駿河超えましたね。今日は横町でおります。横町まであと75キロです。平安場に着くわ、8時半頃着くわ、ちょうどいいぐらいじゃん、うん、もうよろしいですか。ほなさいなら、ほなさいならです。ありがとうございます。終わります。